ヒンカリオン E5 はやぶさ、こんばんは、しげもんです。どうも。前回の動画でこちら F トイズの食玩チェンジシンカリオン、これ組み立てましたね。で、実はもう一箱このように用意してます。で、こっちは普通に組み立てたんですが、今回このもう一箱の方で魔改造金ピカのシンカリオンを作ってみようかなと思ってます。まあ作るというか普通に色を塗り替えるだけなんですけどね。それを今回やってみたい。はい、じゃあパーツ出していこう。もう組み立て方は前回やりましたけど、よいしょ。はい、ででーん、2箱目のシンカリオン、中身も一緒ね。説明書と美味しいガムが入ってる。で、今回は普通に組み立てはするんですけど、色を変えて金ピカにする。あー、大丈夫か。あ、ほんで前回なぜかシールが2枚入ってたんですけど、今回は1枚、前回のがエラーやったんですね。だからシールが残り2枚ある。で、今回はね、もうこのシンカリオンの色をもうほんまに金ピカにしたい。ただ全身金色にするのはちょっと面白くないんで、この E5 の特徴的なカラーリング、グリーンの部分を金色にする。で、その他のこの成型色、グレーの部分は黒にしたいな。ただ一つ問題があって、このシンカリオンキットの素材、これはね ABS なんですよね。 ABS で、 ABS は基本塗装ができないんですよね。濡れなくはないんですけど、パーツに塗料が浸透すると、脆くなって壊れてしまうってことが起きるんですよね。で、僕が普段使ってる塗料はラッカー塗料なんで、あんまり相性は良くない。でもね、濡れなくはないんですよね。濡れなくはない。エアブラシで薄く塗り重ねることで、パーツへのダメージは軽減させることができます。で、過去に ABS の塗装ってやったことあるんですけど、あんまりこうパーツが崩壊したっていうことはなかったです。その ABS の質にもよると思うんですけど、多分ね大丈夫だと思うんですよね。だから今回はとりあえず下地エボブラックを拭いて、いつも通りその上に塗装していきたい。あとは変形の都合で表に見える部分、隠れる部分っていうのがあるんで、それを意識しながらマスキングを繰り返して塗装すれば、多分ね、理想の金ピカシンカリオンができるはずなんですよね。あとはもう一回組み立ててて、どのパーツがどこに来るっていうのは分かってるんで、全てパーツを切り離して成形して、で、塗装する準備をしていこうかな。で、このキットはね、部分塗装が元からされてて、本当はこの塗装とかも落とした方がいいのかもしれないんですけど、今回はもう雑工作、上からそのまま乗っていきます。あとは細かいパーツももう切り出していこう。よし、いけたかな。あとはパーツの洗浄もしたいけど、今日はそこもすっ飛ばして塗る準備をしよう。よし、とりあえずサフを拭いてきました。またこんな感じで真っ黒になってます。はい、完全に真っ黒ですね、こんな感じで。他のパーツもこのようにサフ拭いてます。あとはこのシンカリオンを見ながら、緑の部分を金にするように、マスキングをして塗装していきます。こっからが長い。じゃあもうあとはマスキングして塗装するだけなんで、一気に完成までいきたいと思います。はい、というわけで塗装終わりました。こちらが元の E5 はやぶさですね。これに塗装を施してできたのがこちら、ででーん、こんな感じで色を塗りました。金ピカになりましたね。名付けて金カリオン。金カリオン E5 はやぶさ。金カリオンはネーミングセンス悪いかな。何がいいやろ。シンカリオン E5 はやぶさゴールドバージョン、ゴールドシンカリオン E5 はやぶさ。まあネーミングは置いといて、こんな感じ。寄ってみるとこうです。で、結構塗装は雑です。こうね。で、下半身こんな感じ。うん。で、裏側はこうですね。元の E5 と比べるとこうです。ちょっとウイングの付け方を変えてみた。だいぶこう、こっちはプラプラしてますけど、でもこっちはガイアのエボブラックを下に拭いてるんで、ちょっとツヤはあるけどもマットな感じですよね。光沢というか金ピカ加減かっこいいね。シールは付属のものを貼り付けました。はい、さらに寄るとこんな感じ。あんまりね、寄ってみると雑さが目立つんですけど、この顔パーツ、これに関しては筆塗りで行いました。で、奥にちょっと緑色の部分が残ってるんですけど、ここはね、よう塗れなかった。よう塗れなかった。で、それ以外の部分はこれ、ガイアの、これね、エボブラック、いつも使うやつ。これを下地に拭いて、その上にガイアのスターライトプラス、これね、これを拭きました。エアブラシで拭いて、あとはこの膝とか
ここのね丸いネジみたいな部分で、この腰の部分かな、こういうところは細かいマスキングができなかったんで、これはねタミヤのエナメルゴールドリーフ、これを拭いてます。で素材が ABS なんで多少心配してたんですけど大丈夫でした。ただ下地なしでこういうエナメルを筆塗りしちゃうとまずいかも、まあ、そこら辺は実験してないんでわからないんですけど、はい、ノーマルシンカリオンがこれ、まあ、雰囲気がだいぶ変わりましたね。こうです。おお、どうでしょう。まあね、じっくり見ると塗りムラがあったりはみ出てる部分が結構あったりするんですけど、まあ、パッと見金ピカのシンカリオンっていう感じですよね。でもこのスターブライトブラス、これは結構いい発色しますね。もっと上手い人が塗ったらもっといい発色になるんでしょうね。メタリックって結構むずいですからね。あとはちゃんと新幹線モードにも変えることができます。一回戻してみよう。で擦れることでちょっと塗装が剥がれるかもしれないんで丁寧に。はい、まず先頭車、まあ、これはこれでかっこいいですよね。はい、後尾車もできました。でもちろん連結もできますよ。まあ、ここはね色が変わってるだけなんで元の性能は一緒。はい、金ピカの長い物体になりました。なんかね中間車がないんで、本当は中間車欲しいですけどね。なんかこう見るともう新幹線なのか何なのかわからないですよね。はい、はい、というわけで今回はエフトイズの触眼チェンジシンカリオン、これを金ピカタイプに塗装してみたよという話でした。元のデザインが結構かっこいいんで好みの色に塗り替えるとまたより一層遊べそうですよね。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではさいなら。